夏以下を攻略していきたいと思います。すごい当ててるしよ。できましたね。2万以上なってますね。はい、皆さんこんにちは。今日は長崎市のね、夏以下を攻略していきたいと思います。ポイントはまあ見てわかる感じ、これも外海ですね。外海にまあ磯があって、でここはテトラですね。こっちが漁港なんですけど、テトラがあって、ちょうどねこのまあ大きなワンドになってるんですけど、このワンド内に溜まってるイカ、結構ね潮走るとき走るんですよね。霜りが入ってるんで早かったっすね。もう一発目ですね。もうしゃくる前に落ちパクですね。いろいろ説明する間もなく、上げようと思います。いやーすごい、落ちパクやばい、落ちパクやばいですね。300から400ぐらいかな。はい、移動してきました。すごい当ててるしよ。やばい、これまずい。できましたね。すごいか、話したかな。ちょっと怖かったけどね。イカやったっすね。イカちゃんです。真っ黒真っ黒なイカちゃんです。わあ、すごい抱いてる。アイラブエギじゃないですかこれ。アイラブエギ、ありがとう。そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃないよおじさん、イカのおじさん。暑い、夏い、潮が変だな。2万以上なってますね。中層あたりで岸の方に潮が流れてて、ボトムでまた払い出してるみたいな感じの潮になってるのかな。船でエギをね、こういう時はしっかり落としてやる。でかい、これキロあるかも。でかい、これでかいよ。これでかい。おったね、おっきいの。一応ギャフの用意をしときます。ナイスサイズですね、いいサイズ。
ジャフグマでもないからな。塩元気ね。最悪最悪やばい最悪です。このイカさん不良です。いやサイズそんなないじゃん。おおでかい。これキロあるかも。これキロあるかも。これキロあるかも。なんでそんな、うわーすごい。やめてくれ、やめてやめて。ちょっとちょっと待って、なんやらかんやら、もうなんやらかんやら、もう勘弁してよ。はい、何キロでしょう。はい、夏以下のアベレージですね。